そういう形でやってるんですね、いつも。いなくなるって。で、ここの接点を作るにはジェイソンの方がいいと思います。僕はつながりっていうか、向こうはね、あちらへどうぞ。そういう感じでいなくなるって。要はここを痛くしないで、相手こう持たせたら、なんていうのかな、ここを相手の寄り所、なんていうの、寄り所に自分の寄り所しないので、自分は何しろこの手とかこの足が嫌だから、こっち入ってるのね。それこの手は負けててもいいよ、最初は。でも本当はこうやって負けないで、ここに下から入ってるの、下押さえてこう入ってるの。そういう感じね。下この蹴りとかそれで押さえてるので、来る前に来るバーンって待ってたら来ちゃうんだから、この手を僕は通り越してきてんだよね。彼ね、通り越してきて、この手使いたい、この足使いたい、でここストレスやったら来ちゃうんだから、ストレスをしないで、こういうふうに、ほら、こういうふうに、でストレス与えないのは下からの方がいいよって、そういう話で、でこういうね、下から、それ触ってても触ってなくてもいいの、触ってなくてもさ、こうやって持ってくれてんだけど、持ってなくてもいいの、次できるから、こうやって、次いなくなってれば、いなくなってれば次行くのか、パッてできるんだよね。触ってったら稽古になるんだけど、グッてこれストレスは かけないようにしてる、レバー来た時に、ほら、こう、なんていうの、あんまりかけないこうね、でこう、こうこうやって、こうで、姿勢まっすぐで、こっちの手とか足とか全部使いたいわけ、この手とかね。でも手を使うとここになっちゃって、競争になっちゃうから、手を使わないで向こうどうぞ。そしたら自分がこう入ってるの、自分が。あんまり手を使わないように練習、それ練習なのね。こう手使わないの、場所の位置の力。じゃあ今度は持ち替えのね、練習、こう来たのを持ち帰る、ね、こう来たの、来た持ち帰るので、これあちらへどうぞなんだけど、これをこっちへ戻すとこうなっちゃうのね。じゃなくて自分の額に持ってくるの、それでこう額っていうか、こういうふうに持ち帰るので、こう入るよね。で四角に入ってるの、四角。そしたらこっちへも、こっちへ、彼の方に持っていかないで、これ刺さってるだけだから、むしろこういうふうに出してここに持ってくる、こういうふうに。それで向こうへ出せない、向こうへ出しがち、これつかかって、出しがちだからこっちへ出すの。そうするとまっすぐ入るよね。それで腰使うのにこっちへ持ってくるとこうなっちゃうの。でも真ん中、自分より真ん中、へそがここに来てると、相手の方に来てると、これ腰回すだけでここに来るのね。だから縦の線、この後ろに持ってかれない、これ真っ赤と、こっちやったら損しちゃうの。だからこうやったら自分の中に出てきて、でここがいかない、これこう離れてると向こうへ押すことになっちゃうから、こう押さないの。それ自分が先に中心もらってるって感じ。そうするとここで中心もらう、でここね、このまま行かないでこう持ってきて、まあ、出ていくの、足が彼の中心の方に、こういうふうに、最初手はそのままにしといても、変わってくればこうなるよ。同じだよね、決して押してないのね。こうやってやって、こうやってやって、こっと押してないの。こうやってやって、
で、こうやって入ってきてもいいよ。こうやって。何しろ下の、下。下ってのは、自分の下。ここね。こっちじゃない。ここの下。こう、ほら、場所、場所、場所。足が動いちゃうじゃない、自分が。こう、こう、こう。こう動いてたら、もっと、ここなの。だから、この手を使って、この手を使って、こっちへ持ってる。下なの、下。こうやって、こっちじゃなくて、こう入ってきて、ほら、あ、この下なの、この下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 。そういう下、下の意識ね、下の意識。じゃあ、ちょっと、持ち帰る練習。あ、じゃあ、ひょう投げね。今度は足使うのね。今やったのはさ、要は切り替えてきたとき離れてるじゃない？離れてるのが遠いのね。こっちも遠いのね。で、遠いところではできないんだよ。だから、中心のこの、中心にボッケン振ってるのと同じで、この中心に近い。中心に近い。こっちも遠い。これ。だから中心に近い。中心に近いと一緒に回ってるんだけど、こうやって来て、こうやって離れてて、こう離れてるね、両方ともね。これ近いの。こっちも近いの。ちょっと中心に近いの。で、これはなるべく重ねてるって感じ。こう。そうすると、下に落としてるだけ。これを、これいかないから。だからまずこれを、こうに持ってきちゃって。で、自分のこの、これ、これ、これ。こういうふうに。そうそう。近いじゃん。で、これも同じ。これも同じ。これもこう近づけてね。下に落としたいの。これ後ろにこうやってやって、離れてて回ったらすごく大変。だから、ここの頭の天頂に、天頂に来て、天頂の時に、これこういうふうに筋肉使われないようにここ回れないんだよね。だからこう回ろうと思わないで、こうほらいい位置もらってそれから回ってんの。これこういうふうに近づいて力筋肉入ってるよね。離れてるとできないの。離れてるとでも近づけちゃってこう、ほら、そうすると、ずっと、こう、近づけちゃって、こう、日まってお辞儀すれば、下に戻す。これを、こうやってやって、離れてるとできないの。だから、こうやってやって、近づけちゃって、で、歩いてる。そして、下に戻す。こういう感じ。近づける。そうすると、ボッケンに近づける。こうやってやって、こう、離れてるのを近づけちゃって。で、こう、そしから、下がるって感じ。じゃあ、ちょっとやってみよう。表の時は、ね、表の時は、これ近づけながら、これは近づけてきながら、自分、この手が嫌なのね、一番嫌なの。こっち入ってこなきゃいけないから。この手。この手嫌でしょ？だから、表の時は、こう、ほら、四角にもらったら、この手を近づけて、こっちから、来るって感じ。表の時で、裏の時はこう入ったら こっちの足に今度踏み替えてくるの。こういうふうにあちらへどうぞなの。そしたらこの後ろの足にこうに踏み替えてくるの。だからちょっと違うんだね。表はこっち入ってこなきゃいけないけど、この線のこっち側から頭こっちにあるんだけど、最終的にはこっち側に来たいの。で、この手が嫌なの、この手。だから、近づいてくるときに、むやみに近づいてくると来ちゃうの。だから、近づけてくるときに、こういうふうにも来てるの。こういうふうに。これが、テンションがないと、こう、来ちゃうんだよね。だから、こういうテンションがこういうふうにかかってんの。で、額に近いの。ってことは、このまま歩いていけば、
歩いていけるっていう形にしたいわけ。そしてこっち側に頭がこういうふうに、そしてこういうふうに入ってるのね。それで下を落とすの。下に下に下に自分の下に。で裏の場合はこう来たら今度こっちの足がこのこっちの足にこうに切り替わってるの。それで下にここに落としてるって感じで、裏と表あるからね。裏と裏の場合、表の場合はこのテンションがないと来ちゃうってこと。だからこのテンションは向こうへ出しながらここに入ってるって形ね。で裏の場合はこのテンションはここに、首筋の方にこう来たらこのこうに入ってるんだけど、このテンションこうに、なんかわかんないけど、まあそういう話ね。じゃあ裏と思ってちょっと分けてやって見てみて。今の正投げなんだけど、こうね、足自由、足自由ね、足自由、足自由、足自由。そしてこっち来たんだけど、今度はこのままこうに入ってるの。ね、こう来てこっち入ったんだよね。で足自由だからこのまま行ったらこうなっちゃうの。だからこういった時にはこの足はこの足は自由、どこでも自由で自分の正中線を落とさなきゃいけないから、こうほら自由、自由、足自由、足足、そして正中線まっすぐ落とすって、そういうふうにやりたいのね。でこう、これもそう、これも足自由、足自由でこうにこうこう足なんだろう、足が不自由だとこう傾いちゃったりするの。こうなっちゃね。でも足が自由だとこうなってんの。こういうふうに、そしてほらセンターね、こうセンター。センター通り越して足自由、足自由、足、そういう話で、あの足自由だ、自由自由自由、手使わなくてもできるようになるんだけど、まあ手使ってもいいやね。でセンターこうやってセンターこうやってこう、こう手でやらないのね。手でやるとこうなっちゃうから、手でやるとこう無理なの。だこうやって足の力っていうか位置の力っていうかな、足を自由に使う練習ね。でちょっと四方投げのちょっと応用だけどさ、こっち回るんじゃなくてこっち、そのまま後ろに入ってくる。足が自由なの。足がこう自由なの。こう、足が自由なの。足が、お、自由なの。足が自由。あれ、今度はこう、で、今度さ、足が自由だと、こうとか、それから、こう来たら、今度ね、このまま、この手、やめて、こう、そう、このままこういうふうに出てくるとか、こうね、入ってきたら、こう出てきてこう来るとか、足とかこのままこう入るとか、 いろんなことできるよね。こう来てこの手だけこう持ってきてとかね、それからこう来てこのままこういうふうに入ってくるとか、いろんなことできるから、こう入って、まあ持ってもいいよ。こうに。そしたらまっすぐ、ほら、ここ、ダメだけど額につけて、こうに来るとかね。それとか、こう来たら、まあ通り越して来たんだけど、こう来れば、さっきはさ、通り越したまま、こう来たんだけど、今度は通り越したやめたって、こういうのとか、いろいろできるよね。足とその関係だけだから、あの距離っていうかな。こう来て、そのままここでもいいし、そのまま来て、
こういうのとか全部同じ技だからね。おお、こう同じ技、同じ技、同じ技、同じ技じゃない。だからいろいろ試してやってみよう。ちょっと今度こう来てさ、いろいろこうやってやったよね。 でも今度こうつなげとくの。こうやってつなげといて、こうね、そしたらこう入ってくるとここで持てるから、こういうふうに持ってくるの。こう来て、この手こう来てね、こうで、今はこういうふうに来たりとかさ、今はこう来て、こう、そう、近いね、こう、そう、近いよ。だからこう遠くだとできないの。だからしょうがないから近いので、四角に入ってんの、密着してんので、密着してないと、あの、これだとボカって来ちゃうから、あ、離れてるんだ。なるべく近くにすんの。触った瞬間に近くに来てんの。こう。そうすると、この反動もないからね。お、近いの。近いのね。そういう。体に体側に近いっていうのが、そういう話。こう、近いの。こう、必ず近いのね。何してるか。そうして、そういう話。こう、近いのね。そして、近いの、こういうふうに。と、こういうふうに入れるよね。そうすると、一挙の形になる。こうやって入って、こうやって入って、こう足さばいてくると、こういう形になるの。こう入って、手をこうやって持ってくれば、三挙の形になるの。三挙ってのは頭の方からね。頭の方から。で、一挙ってのは、このまま、こう入ってくるの。それ難しいんだけど、本当は正面打ちでやるんだけど、正面打ちってのは分かりやすいから正面打ちなんだけど、今たまたまこういう形で持ってきたから、こう近いね。あちらへどうぞの、あちらへどうぞ。彼はおへそが向こう行っちゃってるから、この手反撃でいいね。そこをこういうふうに持ってきたの。そしてこれで一挙の形。そしてこうやってきて、こう来て、こう相手の中に入っていけば一挙の形。それから、こう来て、こう来て、ここで持ち替えたら、三挙の形。こういう三挙の形ね。で、こう三挙、こういう三挙の形。こういう形ね。そして、じゃあちょっといろいろやってみよう。